皆さんこんにちは。今回はスキズ、ストレイキッズの身長について調べてみました。スキズといえば2018年にデビューした8人組のボーイズグループですよね。人気急上昇中のスキズですが、メンバーの身長が小さいのではと噂になっているようです。実際のところはどうなのでしょうか。今回はスキズの身長や体重、スタイルが悪いという噂の真相について深掘りしていきたいと思います。まずはスキズのメンバーを身長順にランキング形式でご紹介します。第1位はヒョンジンで 179cm、 第2位はスンミンで 177cm、 第3位はアイエンで 174cm、 第4位はリノで 172cm、 第5位はフィリックスで 172cm、 第6位はバンチャンで 171cm、 第7位はハンで 169cm、 第8位はチャンビンで167cm となっています。確かに他の韓国アイドルと比べると平均身長は低めですね。例えば BTS の平均身長は 177.2cm、 TYT の平均身長は 181.3cm なのに対し、スキズの平均身長は 172.6cm です。身長が小さいとスタイルが悪いと言われがちですが、ファンの間ではスキズのスタイルはいいという意見が多数あるようです。身長が小さいことが気にならないくらいのスタイルの良さや高身長に見えるという声もありました。確かにスキズのメンバーは全体的に細身でプロポーションが良いですよね。特にヒョンジンは小顔で足が長いので、ファンの間ではスタイルがいいと有名です。学生時代にスカウトされたこともあり、王子様イケメンと言われているそうです。ヒョンジンはアートに興味があり、来日した時は美術館巡りをするのが楽しみだとか。白くもちもちした肌からマンデュ、餃子というあだ名も付けられています。スンミンも高身長ならではのスタイルの良さが話題に、特に足の長さが注目されているようです。音楽面でも才能があり、ファーストアルバムザサウンドでは作詞作曲に参加したノベルが収録されました。可愛らしい顔立ちと仕草からファンの間ではワンちゃんと呼ばれているそうです。アイエンは最年少ということもあり、メンバーからとても可愛がられています。身長が急に伸びたというエピソードもあるとか。服好きなことでも知られ、最近ではソロで雑誌の表紙を飾るなど人気が高まっています。またリノは元 BTS のバックダンサーという経歴の持ち主で、そのビジュアルとダンスの実力から踊る宝石と言われているそうです。高身長イケメンでスキズの中で一番人気があるとも。リノは食べることが好きで、来日の際は毎回プリンを食べるのが楽しみだそうです。かっこいいビジュアルからは想像できない可愛らしい一面もあるんですね。フィリックスは小顔で細身のスタイル、可愛らしい見た目をしていますが、実は超低音ボイスの持ち主。ファンからは洞窟ボイスと呼ばれ、そのギャップに魅了される人も多いようです。バンちゃんはスキズのリーダーを務めていて、メンバーから頼られる存在。程よく筋肉がついていて男らしい魅力がありますよね。これまでスキズの楽曲のほとんどに関わっているほど欠かせないメンバーです。歌やダンス、プロデュースやラップまで何でもこなす頼もしいリーダーと言えるでしょう。ファンはムードメーカー的存在で、 MC の際にトークをリードすることが多いそう。身長は 169cm とメンバーの中では低めですが、可愛らしいビジュアルとのバランスがいいですよね。明るいキャラクターでバラエティ番組でも活躍中です。チャンビンはスキズの中で一番身長が低い 167cm。 しかし存在感は誰にも負けていません。トレーニングが日課で筋肉がついているので、体が大きく見えるのかもしれませんね。筋トレをテーマにした YouTube ではトレーナー役を務めるなど、体作りへのこだわりがうかがえます。スキズのメンバーは身長こそ低めですが、それぞれの魅力でファンを虜にしています。パフォーマンスはもちろん、バラエティ番組でのトークや普段の行動からも人柄の良さが伝わってきますよね。メンバー同士の仲の良さもグループの魅力の一つだと思います。一方でスキズの身長サバ読みが噂になっているようです。スキズのプロフィールに掲載されている身長はデビュー当時のもので、それから変わっていないとのこと。2018年のデビュー当時は高校生だったメンバーもいるので、その時から身長が伸びている可能性は高そうです。またスキズはトレーニングが好きなメンバーが多いので、体つきが大きく見えることも身長をサバ読んでいるように感じさせる理由の一つかもしれません。実際には2メートルもないのに、スキズは2メートルアイドルとも言われています。これは
ある音楽番組に出演した際に身長をいじられたスキズが、僕たち2メートルより少し足りないくらいですよと自虐ネタで返したことがきっかけだそうです。以降本人たちも、今日僕たちを見た人はツイッターにスキズは2メートルあったと投稿するようにというようになり、ファンもそれに乗っかって SNS で拡散。自分たちの身長が低いことをネタにできる明るさや、それを楽しむファンとの一体感、スキズの魅力はそういったところにもありそうですね。身長が低いことを気にするアイドルは多いと思います。それでもスキズは身長を自虐ネタにしてファンと一緒に盛り上がるなど、ポジティブに捉えている印象。身長が低いことよりもパフォーマンスでの存在感や人柄の良さを前面に出しているからこそ、多くのファンに支持されているのだと思います。スキズはデビューしてまだ日が浅いグループですが、着実に人気を集めています。音楽性の高さはもちろん、バラエティ番組でも持ち前の明るさと面白さで存在感を発揮、メンバーそれぞれの個性が光るグループだと感じました。これからの活躍にも大いに期待が持てますね。身長が低いことはコンプレックスになりがちですが、スキズはそれを武器に変えているように見えます。ファンもそんなスキズの姿勢を愛おしく感じているのではないでしょうか。身長は低くてもその分パフォーマンスでの迫力は、メンバー全員がすごいですからね。これからもその魅力をどんどん開花させて、もっと大きなグループになってほしいです。ただ一部のファンの間ではスキズが身長を詐称しているのではないかという噂も出ているようです。確かに公表されている身長とファンが実際に見た印象とでは差があるように感じることもあるかもしれません。スキズに限らず、芸能人が身長をサバ読みしているケースは少なくないですからね。例えばスキズが出演する音楽番組などで他のアーティストと並んだ時に身長差が思ったより小さく見えたとか、あるいはファンミーティングなどでメンバーを間近で見たファンが思っていたより背が低かったと感じたり、そういった体験から身長詐称疑惑が浮上しているのかもしれません。しかしスキズの身長詐称を決定づける明確な根拠があるわけではありません。身長は個人差が大きいですし、常に正確に測っているわけでもないでしょう。またアイドルは衣装や髪型、シューズによっても見え方が変わります。カメラアングルの影響もあるかもしれません。実際の身長と見た目の印象にズレが生じるのは自然なことだと思います。仮に身長のサバ読みがあったとしても、それはスキズの魅力を大きく損なうものではないはず。むしろ身長が低いことを自虐ネタにして笑いに変えるメンタルの強さは応援したくなるポイントですよね。一部のファンの間で身長詐称疑惑がささやかれることもあるようですが、真偽のほどは定かではありません。スキズのパフォーマンスと人柄に注目していけば、身長なんて些細な問題だと感じます。スキズはこれから日本でも人気が出そうなグループ。身長が低いことがコンプレックスだったとしても、ステージに立てば誰よりもかっこいいスキズのメンバー、これからもその実力と人間性でもっとファンを魅了してほしいですね。身長なんて関係ない、スキズは最高のアイドルグループだと思います。スキズという最強の布陣でさらなる高みを目指して突き進んでほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。